はい、こんにちは。それでは自作パソコンの方を動画一緒に見てみたいと思います。アースロンデュアルコア260ですね。エバーグリーンの電源に、メインメモリー 8GB で、アースロックの880チップセットです。で、用意したケースの方はですよね、使い回しなんですが、電源とマザーとハードディスクは外しております。で、ドライブはそのまま流用という形になります。ミドルタワーですね。じゃあ、それでは組み立ての方参りたいと思います。それではまずマザーの方用意しましょう。はい、こちらがソケット AM3、アスロックのマザーボードの方になります。で、前回の方もそうですね、見ていただいた通りのままなんですが、手順の方なんですけれども、またそうですね、繰り返しなんですが、一緒に見ていただければ嬉しいとは思います。まずプロセッサーの方からですね、取り付けちゃいます。ちょっと自作について注意点なんですが、冬場はですね、静電気が飛びやすいです。まず体に溜まってる静電気の方ですよね、手を洗って、静電気流してからやった方がいいと思います。で、他の自作ユーザー様の方を見ていると、その静電気防止の手袋とかされている、ユーザー様もいらっしゃいましたので、そういった手袋も使ってみるのもいいとは思います。で、まずゲターの方ですね、ソケット AM3 で、ピンを起こしていただいて、ここの矢印が向いている方向ですね、合わせます。もうちょっとで、矢印を合わせて上から軽く乗せる感じ で、これでも OK ですね。トントントンって叩いていただいて、でサクッと、はい、これでプロセッサー取り付け完了ですね。はい、これが CPU クーラーですね。熱伝導シール貼ってますんで、特に熱伝導グリスは別途塗る必要はないです。ここを引っ掛けてグリッて回すだけなんですけれども、方向はどっちでも構わないですけれども、CPU クーラーのソケットを取れるところですよね、ここになるんですが、ここが CPU の、クーラー電源ですね、ここに差し込みますんで、そうですね、メインメモリー超えてという形になるんで、こんな感じの方がいいですね。で、こうか、どっちでもいいか、この方がいいかな。で、パカッと乗せちゃいます。で、ここの爪見えますかね、これをここにちょっと引っ掛けてあげて、こうですね。で、反対側の方にも爪がありますんで、これでサクッと、これでいわゆる CPU クーラーは取り付け完了という形になります。で、電源の方ですね、ここに差し込むんですけれども、CPU って書いてます、溝が切ってありますんで、溝を合わせてサクッと、これで完了ですね。で、次にメモリー取り付けちゃいましょう。はい、今回取り付けるのは4ギガで8ギガですね。8ギガメモリーを搭載する場合は OS は64ビット版ではないといけないので、ご注意が必要です。ここの爪を開いていただいて、で、溝が切ってありますんで、差し込む方向は間違えることはないです。間違った方向に差し込もうとしても刺さらないんで、めっちゃギリ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 っていうか、ぴったり。はい、これでマザーボードの準備は完了という形になります。はい、次にパソコンケースの方なんですが、はい、このインターフェースパネルをですね、おっとすいません、
ここに取り付けます。でケースの後ろからこうですね、これでパカッ OK OK。 はい、電源の方なんですけれども、いわゆるエバーグリーンの低価格電源です。よっしゃ、作業はやりやすいです。メジャーの網、とりあえず1個だけ仮締めして、あら見えへん、あらちょっとちゃうし位置が、はい、電源の取り付け、完了という形になります。一応マザーのネジ穴ありますよね、ここを合うかどうかですよね。もともとそうですね、自作パソコンでケース買ってきたらこのスペーサーっていうのがついていないんで、はい、ちょっとスペーサー足りない箇所がございましたのでちょっと足します。簡単にペンチでグクッと締まるぐらいで、ラジオペンチでも構わないです。キュッと止めるぐらいで、じゃあマザーを乗せますね。よいしょ、あれ？あ、乗せんのか。はい、これで大体マザーの固定は完了という形になります。ここですね。